5-in-1 超スマホアダプターのレビューです。機能編です。 5-in-1 超スマホアダプターのケーブルには SD カードリーダーの機能と充電機能と通信機能の3つあるんですけど、それぞれについて検証してみたので報告します。まず SD カードリーダーです。このスロットにマイクロ SD カードを入れます。ここのスイッチを OTG-SD って書いてありますよね。そっちの方にスイッチを移動させると、こういう風にね。それで、スマホとかにこういう風に挿しますと。で、そうするとこういう風に光ります。で、そうするとこういう風に USB ストレージに接続しましたって出ますね。ES ファイルエクスプローラーとかで見てみると、ここかこういうふうに USB のストレージが出てきますので、こっちがいいのかな、ストレージ1。こうするとルートから見れますよと、こういうふうに、見れますと。ちなみにこれは LG の G3 なんですけど、全てのスマホで見れるかというとそうでもないと。これね、 HTC の EVO3D ってやつなんですけど、かなり古い携帯ですけど、これだとね、こう挿してもね、光らないんですよ、こっち。当然ここにも何にも通知が来ない。当然ファイルエクスプローラーで見ても何も見えないよと。ちなみにこれってね、 Android 2.3.4、 ずいぶん古い端末なので、これが原因っていうこともあり得るね。じゃあ次は PC です。さっきと同様に区切りますと。そうするとここつくよね。で、こういうふうに普通に見れますという感じですね。まさかとは思うけど、ライトはできるよね、普通に。コピーして貼り付け、ちゃんとできるね。次いきます。充電機能と通信機能一緒にやっちゃいます。まずはここの端子をチャージの方に切り替えると。で、こいつをここに入れると。そうすると赤くつきますね。この状態でスマホをつなげると、こういうふうにちゃんと充電中になりますね。で、なんだ、 PC 接続に必要なソフトウェアインストールします。いや、とりあえずキャンセルでいいよ。充電するか、メディアデバイス MTP か PTP かを選べるよと。今 MTP の状態になってると。だからこういうふうに、PC 上では G3 という端末が見えるようになってるんだね。ほほう、こういうふうにちゃんと見れるね。 HTC の EVO3D、 こいつでやると、おりゃ、ちゃんとこういうふうに充電中になりますね。それはいいんだけれども、 PC 上は全く何も起こらないですね。エクスプローラー見てみても、こういうふうに何もリストされてないですね。ということでまとめます。充電機能については端末を選ぶことはないと思われます。 SD カードリーダー機能については端末を選ぶと思われます。こっちは OK だったけれども、こっちの EVO3D は動きませんでしたと。 PC との通信機能についても端末を選ぶと思われます。こっち OK でこっちダメでしたと。全般的に PC で使う場合は全ての機能について特別問題ないと思います。とは言っても、今回試したのはこの ThinkPad Windows 7 モデルですけど、これとあと同じく Windows 7 の自作デスクトップ PC だけなので、 OS とかチップセットによって動かないこともあり得るじゃないかなとは思いますけど、少なくともスマホよりは動く確率が高いのではないかと思われます。おまけです。PC で使うときに限った話なんですけど、スイッチをチャージ側にしていても、裏に SD カードが入っている状態ですと、こういうふうに入れると、こういうふうにちゃんと F ドライブで見れますね、SD カードがね。自動的に切り替えてくれるみたいですね。じゃあこの状態で、
スマホをつないだらどうなるのかと。じゃあスマホをつないでみます。こうだと。 PC の方はどうなるかというと、こういうふうになります。おりゃ、さっきあった F ドライブが消えて、ここに G3 が出ますと。で、こういうふうに PC 通信モードに切り替わりますね。こういうふうに自動的に切り替えてくれるみたいです。ということなので、 PC で使う場合にはずっとチャージの方に設定したままで問題ないのかもね。ちなみにスマホの場合はどうなのかというと、何も起こらないです。やってみましょうか。スイッチをチャージの方にして、で SD カードも入れた状態で、でスマホに挿しますと。よいしょ。でそうすると何も起きないし、ここも光んないですよね。何も起こらないですね。なので、スマホの場合はきちっとスイッチを切り替えないといけないということです。